皆さんこんばんは。今回はですね、こちらニトリで買った、満を持して買った、俺が欲しくてしょうがなかった圧力鍋ですね。こちらを使って、じゃん1.3キロ、すごい量なんですけど、のビーフシチューをね、ビーフたっぷりのビーフシチューを作っていきたいと思います。はーい、では早速作っていきます。ではまずこちらのね、お肉ですね。肉に軽く塩コショウ、下味ですね。ちょっと手を洗ってね。はい、もちろんです。ただなんかいつも遅くないですか、手洗ってって。はぁ、あすごい器用な書き方するね。いや、いいね、こんだけたくさんのあのビーフで。あー、ぶね、胡椒にやられましたね。はい、でまあ軽くね、はい、下味をつければ次焼いていきたいと思います。はい、ではまずこちら圧力鍋で、圧力鍋なんですけども、まずバターをね、ジュルッと、結構多いですね。はい、たくさんのね、お肉焼いちゃうので、はい、軽くバターがねとろりんってなったら、こちらにお肉投入していきます。うわ、やば、よし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 。やっぱさ、見てくださってる方も言ってるけどさ、やっぱこれだよね。あ、まあこのこの形式でもう食欲が湧くんだよね、この絵面ね。そう、わかるわかる、はいはいはい、これやばい。でね、一応ね、圧力鍋とか最大調理量みたいなのが記載されてるんで、はい、それを超えないラインでね、皆様で、まあこれでね、軽く焼き色つけていきたいと思います。はい、ではね、これね、結構もう焼き目がついて茶色く焼けたので、ここに、よいしょ、おー、湯気が、玉ねぎなんですけども、はい、もう刻んでありますね。はい、これを入れていきます。で、この玉ねぎは、はい、甘みを出すためにもうトロトロにします。なるほど、食感とかを残すようじゃないんで、結構薄切りにしてます、僕は。はーい、あ、綺麗になった。オッケー、いつもでも。はい、で、まあちょっと湯気直ったよね。はい、はい、で、まあこんな感じで軽く、ちょっともう肉ぎゅうぎゅうで、ちょっとね、めちゃくちゃいい匂いする、混ぜ合わせられないから、はい、まあこんな感じでいいかな。はい、はい、で、まあ軽くね、玉ねぎやったら、こちらまず赤ワインですね。いやー、よく見るやつ、300cc、 よく見るやつ。ビーフシチューといえば赤ワイン入れてるのよく見る。はい、で、コクが出るんだろうな。そう、なんだろうね。うん、で、この状態でちょっと2-3分、なんていうの、アルコール飛ばす、煮立たせてアルコールを飛ばしていきます。はい、ほーい。で、大体これで今、沸騰して2-3分置いてアルコール飛ばしたので、そこに水、まず500、500と、もうちょっと、これで大体1リットル分だね、合計ワインと水を合わせて。はいはい、で、この状態でちょっとね、お玉を使って、よいしょ、この上に浮いてるね、アク、ここら辺のアクを取っていきます。はい、ではこれで軽くアクを取ったので、ここで蓋をしていきたいと思います。この時火は止めといてくださいね。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、逆だ逆、危ない、蒸気こっちに吹き出しちゃおう。こっちが蒸気の口なんでね。ね、よいしょ、はい、で、これはね、一応ニトリのやつはここでね、どれくらいの圧力にするかっていうのを選べるんですよ。へー、まあ今回一番強いやつで、はい、で、こちらで強火で熱していって、こんな簡単なの。そう、もうこれで圧力かかってる状態なんだよ。そしたらこっちが出てくるんだよね、ここが上に上がっていったら圧力がかかってますよっていう状態になるので、はいはい、で、まあその圧力がかかる状態、うん、これが2本ラインが出るんですけども、うん、その状態になったら弱火にして5分ほど、うん、一度煮込んでいきたいと思います。はい、ではね、こんな感じで2本白いラインが出てきたら圧力がかかってるっていう状態ですね。音もすごい。そうで、今ちょうど蒸気がね、ちょうど出始めましたね、左上から。こう、分かります、すごい。ただ結構すごく高温になってるので、絶対手とか使ってないんですけどね。はい、で、この状態だともう圧力がかかってる状態なので、こうなったら、弱火にします。はい、で、こっから5分間ですね。こっからが圧力がかかって火をかけている状態になるので、ここから5分間置いていきます。はい、ではね、これで今大体5分煮込んだんで、火を止めて、はい、さあ今度ね、自然冷却させるので、このまま火を止めると、こちらの先ほどの圧力のこの、うん、出っ張ってる部分が沈むんですよ。はいはいはい、そしたら圧力はもう抜き切りましたよってことなので、蓋を開けられるようになります。はい、なのでちょっとここからね、しばらく冷やしていきたいと思います。はい、
ではね、こっちのね、ここのまずこれが2メモリが完全に下がった後に、ここのピンが出てたのが下がったんですよ。カチッと音がして。はいはい。こうしたらもう圧力が下がりきったから、蓋が開けられますよってなってます。はーい。で、おぉ。よいしょ。オープン。わぁ。すごっ。匂いがやばい。やばいね。で、今この状態になってる時に、ちょっとまだ浮いてるこの油とか、はい。アクをちょっと取ってあげます。はーい。すごいね。油と。でも、アクはそんなないね。うん。OK かな、まあ、うん。OK。ではね、ここ一旦ね、お肉煮込んだので、こちらにローリエ。はい。うん。と、野菜類ですね。これはマッシュルーム。あ、いいね、かわいい。と、人参。はい。あとね、今回そのトロトロにするために玉ねぎ入れたんですけど、今回は食感を楽しめる。はい、ペコロス。ペコロス？ペコロス？ペコロスかな？わかんない。かわいいよね。こちらの。これね、こうちゃんなんか買いたがるんだよね。かわいいんだよ。で、まぁ、あ、こんな感じで、はい。まぁ、あ、野菜を入れて、はい。で、また同じように5分、加熱してから5分間。加圧してからか。はい。もう一度煮込んでいきたいと思います。はい。では、先ほどと同じ要領で、圧力鍋で5分ほど煮た後、減圧して蓋を開けました。なるほど。で、ここからもう、あとローリエはいらないんで、はい。このローリエね。なんかもう匂いが、ね。あの、ルー入れてないのにすごいいい匂いしますね。で、あとマッシュルームなんですけど、最初に入れちゃったんですけど、はい、この後またあのルー入れて煮込んだりもするんで、その時でも大丈夫ですね。はい。で、まあ、こんな感じで、あとはちょっと油が浮いてるのを少し取ってあげて、はい。はい。あ、でも大体、あ、ほとんどアク出てないもんね。うん、出てないね。はいはいはい。じゃあ、ここからね、ルーを入れていきたいと思います。はい。じゃあ、こちらね、ルーを。今回は、まあ、一皿分のやつです。これ、なんか見て、中に入ってんの。わ、すごい、何これ。ね、はい。うん。これが大体、先ほどの赤ワインと、うん、あの、お水入れたじゃん。あれの分量、一皿分ですね。だから、まあ、使う量、このビーフシチューの、このルーの分量に合わせて、先ほどのワインと水の量を調整してみてください。はーい。よいしょ。はい。で、これに、ちょっとだけ、ニンニク。ニュッと。はい。で、バターはね、最初炒めたんで、こんな感じで、ちょっとまだ味にコクが欲しいなって時は少しバター入れてもいいですね。あとは、中濃ソースとか。まあ、とりあえず一旦これで、ルーを溶かしていきたいと思います。はい。で、大体煮込んだというか、あの、ルーが溶けて、これくらいになったんですけど、若干ちょっと俺もうちょっと、もうでも見て、肉の繊維がすっごい、とろけてるんだけど、もうちょっと俺的に、個人的には、とろみが欲しいので、はい。ここでね、これを使っていきたいと思います。で、こちらなんですけども、なんか、ブールマニエって言って、あの、小麦粉とバターを混ぜ合わせたものですね。バターがちょっと溶かしたやつに小麦粉を混ぜた。これがなんかね、洋食とかだと、とろみをつけるのによく使うんだって。で、まあ、ビーフシチューだと、特にバターのね、コクも一緒に加わるから、うん、ちょうどいいかなっていう感じで。大体、あの、分量、同じ量、大さじ1だったら、うん、バター大さじ1に対して、小麦粉も大さじ1って感じ。で、これを、ちょっと溶かして、よいしょ。で、ちょっともうちょっととろみだけつけて、そしたら完成ですね。はーい。じゃあもう、あとはとろみをつくの待つだけだから、実食に移りますか？はい。はーい。ということで、早速ね、あの、実食していこうかなと思うんですけども、マジで、本当に、マジですごい、てか見た目がまずすごいんだけど。ちょっと生クリームも最後ね、周り散らして、ブロッコリーは別に、レンチンしたやつですね。はい。俺ブロッコリー注入しちゃうとさ、うん、結構一緒になってぐちゃってなっちゃうのが嫌いだから。これあれでしょ？彩りでしょこれ。そう、彩りだし、俺ブロッコリー好きなんだよ。あ、そうなんだ。で、クリームシチューとかも作るんだけど、うん、ブロッコリーとジャガイモは俺崩れて、うん、なんかスープと一緒になっちゃうのが嫌で、うん、今回ジャガイモ入れてないし、ブロッコリーもあとで乗せてるんだけど。なるほどね。ポイントね。はい、了解です。ということで、じゃあちょっと食べてみていい？ちょっと俺めっちゃ楽しみなんだけど。本当にすごいと思う。で、1個ね、思っちゃったの、もうついてる最中に分かっちゃった。何？肉が柔らかすぎて。まあちょっと食べて、食べて言うよ、それは。いい、じゃあもういい。せっかくだから。ちょっとね、形がある肉にしとこうかな。これですね。はい、いただきます。噛む必要ない。熱いからあれなんだけど、うん、本当に、うん、歯じゃなくてベロと上あごで潰せるレベルの柔らかさ。リアルな。味はどうですか？間違いない。うまい。
ちょ、いただいていいですか、僕も。いやさ、やっぱこんだけお肉入れるといいね。あとやっぱさ、基本分量は水だけなんだけど、うん、赤ワインやってるからコクがあるね。あー、なるほどね、うん、いただきます。いただきます。本当にやばいから。すごくない？なくなりましたもん。こんなに柔らかいっていう。本当になんかね、ほろほろ。そう思う。すごいよね、これ。これ、あれだよね、テレビでよく言うさ、歯がいらないってやつ、ね、そう、本当にそれ。いや、家でこんなに柔らかくできるんだね。すごい。これでカレーとかも絶対うまいだろうね。圧力鍋やばいわ。で、あの、途中でさ、2回目にあの野菜入れたのは野菜が崩れすぎないようにするためなんだよ、うん、だから崩してもいい人は最初からも入れてもいいんでしょ。崩してもいいね、うん、これこうちゃんやばい。これやばいね。本当にあの、なんだっけ、レストランとかで食べてんのと変わんない。変わんないね。ちょっと人参食べてみて。食べた。やばくない？あの、まあ僕正直人参嫌いなんですけど、全然大丈夫これは。だからもうマッシュポテトバルの柔らかさだもんね、うん、この時点ですごい。もう人参も、うん、もうこれ人参嫌いな人も好きになるだろうね。嫌いだからめっちゃうまい人参も。うん、うん、やっぱ肉食べてるって感じなんだもん今日。で肉の日だしね。人参も、あ、そうそう、いい肉の日だしね、ちょうどよかったね。これはね、あの、ぜひニトリで圧力鍋を購入していただいて、うん、圧力鍋で作ってほしい。あんな簡単にできると思わなかった、ね、俺。これ美味しいのが本当牛肉だけじゃなくて、人参がめちゃくちゃ、もう人参が大好きって言いたくなるぐらい人参嫌いな僕がめっちゃうまいと思う。うまいよね。味が染み込んでるんですよ、人参にも。めっちゃ本当に美味しい。ちょっと俺やっていい？いや、やだよ。背徳的なやつパンですね。やっぱビーフシチューだからね。で、あの、気をつけなきゃいけないのが、本当にホロホロですぐ身が崩れちゃうんで、あの、そんなにかき混ぜないようにやるっていうのが多分コツかなと思います。最後ルーとか溶かすときに焦げつかないようにさ、うん、回してたんだけど、そのせいで肉が結構もうホロホロホロっと溶けちゃうから、そこが注意だね、唯一の。ちょっとやっていい？やっていい？で、あの、こういうの作ると結構パサつくんですよね、肉が。でもそんなことない、全然。全くないね。いただきます。あー、いい音鳴るね。いい音出すね。やばい、これは本当に美味しい。これもう最後までさ、最後このパンでこうやって ね、わかるわかる。うまい。やっぱ最後さ、ちょっととろみ出すために入れたじゃん、うん、あれのおかげでさ、ちょっととろみついてるし。そうだね、うんうん、名前なんだっけ、うん、あの、道中のやつね。道中って言わねえかね。はい、これ本当うまいわ。よかった、買ってよかった、圧力鍋。これはまたぜひ作ってほしい、うん、ほら、我々最高っていうかね、ん、大好きコストコで、うん、タンの切れ端とか使ったらさ、タンシチューできるから。タンシチューとタンの普通の焼いたのと、もうタン尽くし、やばい。、うん、いいですか、締めてしまって。うまっ、はい、ということで、あのね、今まで何個か、まあ、動画多分出してると思うんですけど、作って食べてみた。正直、あの、美味しさとかは別として、完成度は相当高いと思う。これ衝撃的な高さです。ぜひやってほしい。うちの母上にもちょっと圧力鍋をね、進呈したいね。そうだね、確かに。プレゼントしてあげるのいいかもね。簡単だしね。しないだろうな。あ、でもね、あ、でもあの圧力鍋ならやるかもよ。簡単だったじゃん、あの、チューするとこもないしさ。圧力鍋を使う料理をするっていうところをまず誘導するのが難しいかもしれない。まあ、そこら辺はおいおい、じゃあ、そうだね、やらないならやらないでしょうがないですね。そこはもう僕たちのあれじゃないんで、うん、ぜひぜひ、あの、見て、あの、気になった方は作って、あのね、あの、お子さんだったりとかね、友達とかね、うん、あの、に作ってあげてください。はい、で、今回はですね、あの、牛肉たっぷりの、ビーフシチューを作って食べてみたでございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。待て、バイバイ。うまばいよ。うまばい、やば、これはマジでやばい。衝撃的なうまさだね。こんな柔らかいっていうぐらい柔らかいんだけど。うわ、うまっ。これはまた作りたいね、絶対。だってほら、唇で取れるもん。すごい。